上派なサービスエリアは、富山県南都市立野原東の東海北陸自動車道場にあるサービスエリアである。隣平野を見渡せる高台に立地する上下線集約型のサービスエリアで、北陸地方の SAPA の中では最も敷地面積が広い。下り線では、飛騨トンネルなどの長大トンネル連続区間から最初の売店のある休憩施設である。開業当初は、 商業施設が設置されていなかったが、全線開通後は利用者の増加などにより2010年3月19日に、コンビニエンスストアデイリー山崎がオープンし、トイレの増設と駐車場の拡張も行われた。また、以前には、東海北陸道全通後の一時期、パンの自動販売機やカプセルショップが営業していたことがある。なお、東 SA は開通当初から、 ガソリンスタンドが設置されておらず、燃料切れの対策として、ガソリン缶詰が、サービスエリア内で販売されている。2016年7月15日から、ETC 車限定で、隣の福密 IC で途中退出して、指定のガソリンスタンドで給油ができる、社会実験を期間限定で実施している。上り線の高台から撮影した並平野エリア内は、緑が溢れている。 ハイウェイオアシス側の駐車場を利用していくことができる。2000年9月、桜が池ハイウェイオアシスとして、桜が池クワガーデンのほか、よって帰れ城花やロッククライミング施設などがオープンした。また、2009年7月24日に、南都市桜が池農産物直売所がオープンした。2016年3月には城花の市街にあった。 アニメ制作会社の PA ワークスが当地内に本社スタジオを新築移転した。同時期には、南都市、クリエイタープラザ桜ク,クリエもオープンしている。PA ワークス本社。左奥に SA 施設の建物が見えるよってかレジオナ。詳細は公式サイトを参照。SA 内に設置されている高速バス停留所。パークライドが可能である。 2005年6月19日から同年9月19日まで、東 SA にスマート IC が設置されていたが、本格導入は見送られた。その後2008年の東海北陸同前通後の交通量大増加によって、再び設置する動きが持ち上がったが、結局上波な SA へのスマート IC 設置は見送られ、 東 SA から小矢部都並 JCT 方面に 11.5km 離れた地点になんとスマート IC が建設されることとなり、北陸新幹線金沢延伸に合わせる形で2015年3月1日に供用が開始された。その後、サービスエリア付近にクリエイターの活動拠点が整備されたことなどから、国土交通省が2017年7月21日に、 スマート IC 設置に向けた調査を始めることを決めた。2019年9月27日付で国土交通省より新規事業化された。ありがとうございます。